ああ、のど自慢21回目の落選、悲しいな。ああ、八戸公園にいる岩岡徳兵衛さん、また怒ってしまいました。ああ、12年間、21回、八戸の夜景がしみますわ。はあ、さすがに12年間21回目のど自慢落ちると寒いっす。八戸の公園も誰もいない。今、八戸市公会堂では予選会を実施しています。予選会じゃない。リハーサルを実施しています。はあ、難しいっす、人に選ばれるというのは。そう思いませんか、岩岡さん。はあ。